マチカフェ TV の藤島です、しばらく強行軍が続いたというか、移動に移動を重ねてですね、少し落ち着いた感じがしますね。2年ぐらい高知県に引っ込んでいたもんですから、いろんな活動、そして仕事というのは、私はその人と人と の, この問題解決とかいろいろ相談に乗ったりとかするんですけど、久しぶりに2年ぶり3年ぶりぐらいに、全国のこう知り合いの方に会ってね、お久しぶりでしたと、実はこんなことがあってあんなことがあってと、そちらはどうでしたかみたいな話をしながら、東京、大阪、名古屋、京都、行ったり来たりして、かなりこう濃密な、時間をね過ごしたんですけども、少し一通り、挨拶が終わってね、落ち着きました、ようやく落ち着いたかなと。で、移動しながらノートパソコンで、裁判所の書類であるとかいろいろ頼まれたものとか、書面を作成して、やってるんですけど、まだまだ、そういうこう、ちょっとは落ち着きましたね。ありがとうございます。皆さんにもご支援をいただいて、寄付金も、少しずつ入って、おかげさまでなんとか、スーパーに行って野菜を買って魚を買って調理して食べるみたいなことができております。ありがとうございます。それで今後はね、これまでできなかった、裁判所への対応ですよね。もう徐々に進めてますけど、国、高知県、そして地元の本山町、いろいろ問題がありますから、それを整理するために、調停を行って、そして、問題解決できないものについてはですね、裁判を提起していくと、これの繰り返しをしばらく続けていくのかなというふうに思います。で、皆さんに報告ができる日が来るのをね、私も待ってますけども、いい報告ができるようにしたいですよね。地元の高知のリゾートホテルの裁判については、予想外に、私は一審で敗訴してしまいまして、二審、十分挽回のチャンスはあると思うので頑張りますけども、書面はこれから作成するんです。しかし、なかなかこう裁判所のね、態度が非常にこう急変したというか、判決書を見ても裁判官の悲鳴が聞こえるというか、藤島お前俺はこんなことをさせられてるんだみたいなね、そんな感じがしますよね。そんなことどっちも言ってないよって、裁判官ってそんなとこまで調べるのみたいな、というのはそのマチカフェ TV の動画、私は消さずにほぼ全部オープン公開してるんですよね。それで相手方はね、その動画のその DVD とか CD で動画資料を裁判に提出したのではないんですけれども、裁判所の判決で、何月何日の、動画を見ると何時何分頃に、こんなことを言っている、こんなことをやっているということをね、言ってくるんですよ。判決書に書いてある。いや、それにはねちょっとびっくりしましたね。普通ありえないことですけどもね。だから裁判所が一生懸命
私が、ま、あの一審で私の主張を退けるために、あの一生懸命裁判所が理由を探しに行ったと。裁判所が一生懸命探してと。まあだからその動画を全部見れば、あの私に有利な材料もあるし私に不利な材料もあるんですけど、ただまあ裁判所は一生懸命私に不利な材料を探してそれだけを書いてきたということで非常にびっくりしてますけどもね。まあ、そんなことも本当ありえないことなんですけど、まあ裁判官もこんなことをさせられてるんだ、なんか私もなんていうのかな俺ごときにそこまでやるかっていうようなことになってしまいましたね。非常に驚いてます。本当にびっくり。まあ、裁判はいくつもやってきたんで、判決書の内容とか大体こう想像はつくんですけど、まあ、今回の裁判の判決についてはまあとにかくそんなに大きな裁判ではないけど40ページぐらいのね判決書が出て、今言ったようにこう裁判官が、なんというのかな、もう判決はこうなんだってことを決めてそれの理由を一生懸命探した。相手の主張には出てないんじゃないかってよ、相手方の弁護士の主張には出てないんじゃないかということを裁判所が書いてますよね。ちょっとびっくりしましたけど、まあそういうことも詳しくお伝えできる日が来るのかな。判決書にね結構個人名が出てるんで、相手方のあんまりそれを晒してもダメだなと思うし、それをまたマスキングしてじゃあというのもまたそれは時間がかかることだしね。まあとにかく、控訴審に向けて控訴理由書を書くということですね。本当にちょっとずつちょっとずつ真実の解明に近づいてますので、まあ何度も言ってますけど、10年活動を続けてきて最近になってようやく私も全体像が見えてきたという状況なんですね。とんでもなく大きなものに追いかけられているというか、まあ自分のね、手足で歩けるように邪魔をされないように自由に、好きなことを言ってそれで、逮捕されたりとか邪魔されたりとか誹謗中傷を受けたりとかいうことがないようにねしたいと思いますけど、まあおかげさまで元気でやっております。この調子でとにかく書類作成にね少し落ち着きましたので、まあ生きていくためにというかいろんなものをこう築き上げるために動き回って人との人脈を大事にして、そして活動につなげていくということを繰り返していかないといけないんで、まあ、動かなきゃいけないしじっくり構えて書類の作成もしなきゃいけない、まあ、そのジレンマというか、その狭間でね、動いているわけですね。はい、まあ、皆さんのおかげで寄付金カンパをいただいて、旅費に充てたり、食事代にしたりしております。なかなか借金をすることもまだまだ多いんですけど、まあ、なんとか皆さんの、ね、応援で頑張りたいと思います。ぜひまた寄付金カンパよろしくお願いいたします。ではまた時々ね、まあ、この前夜行バスで移動したりとか名古屋で応用になったりとか、まあ
それなりになんとか頑張ってます。皆さんまた応援してください。できるだけね、毎日放送します。はい、じゃあおやすみなさい。